孫水の市場です。今はですね、インフルエンザの注射を受けました。どこでもやってる思うねんけど、一応香港は政府のサポートがあるので40ドルですね。まあ、これで少しは安心かなと思います。ちょっと待ってください。一番の裏のね、多分取ったことなかったね。ちょっとあんま注射が好きじゃないし、みんな好きな人はおらんやろうけど、またちょっと腕がだるくなってきました。韓国でね、何人かね死んでるからね、怖いよね。中国の全人代の決定を支持しますというので、今結構いろんなとこでやってるけど、みんなサインしませんね。してんのおったけどね、この間。ここはね、鳥売ってます。チキンが多いです。あの最近ちょっと行きたまないのがね、なくなったり、まああるんですけど、行きたまない。これね、注文したらね、さばいといてくれるんですよね、うん。なんかやっぱり、腕だるいな。40ドルって安ないですか？40ドルなんぼ、500ちょっとぐらい、食事1回分ぐらい安いと思う。ちょっと市場ご飯久しぶりです。楽しみです。ご飯食べました。今日はね、天気あんまよないよね。明日はちょっと晴れてほしいけどね。そんで、こんな天気あるからどっか行きたいと思わへんね。どうしようかな、ちょっと考えます。もう今日他のとこ行くのやめました。その水ちょっとブラブラしてみます。ここのね、麺屋さんはね、美味しいんですよね。もうしばらく行ってないな。ここはチェーチャイミンですね。おいしいよ。うまいんですな。さっき言ったよな。あれないのかな。一緒の店やな、あれ。同じ絵を使った。
ここの病院でここのクリニックでしました。どうするだろう。っていうか専門医じゃない。いいここ面白いですね。いろいろありますね。特に韓国のやつ、オムニポークとかね、ビヨンドミートとか結構売ってて面白い。いつも気になるんだね、これ。なんで韓国で書いたのかね。今日は土曜日なんですよね。少ないな。
変なカフェ行ってから食べましょうか。うちの近くの山水からですね、天気が良くないのであまり遠くに行かずに撮りました。これパパイヤでしょうね、バナナ。毎日ですね、香港のいろんなところのビデオですね、YouTube にアップしております。チャンネル登録してぜひ見てください。それでは。